TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ペプラーです。今日は9月29日。さあ、まあ今週はね、ラグビーがすごいことになっているという大金星ですよね。日本がアイルランドを制したという。私あんまりラグビーのこと詳しくないんですが、すごいもう大番狂わせというかなんだよね。すごいよね。やっぱりそのホームの応援のありがたさというか、やっぱり違うんだろうな。自国でやるっていうところでやっぱり気合もものすごい高いというか、やっぱまさに国を背負ってるということだと思いますけれども、スポーツといえば元メジャーリーガーの上原浩二さんと昨日イノフェス初日に僕対談したんですけれども、そうですね、今度は音羽人にお呼びして、ちょうど30分すげえ盛り上がったんだけど、もっと話したいこといっぱいあるんで、なんか噂によると上原さんはお酒が入るともっといろいろこう聞き出せるというのでね、まあまあまあ、だとそのいっぱいまいっぱいって継ぎながらいろいろ話をこうほぐしながら聞いていきたいと思います。で、あとね、ライブこの間行ったんだよね。スタジオコーストでフライングロータスのライブだったんだけど、なんと急遽日本に遊びに来ていたサンダーキャットが飛び入り、そしてオープニングアクトがルイス・コールという、非常にこれは素晴らしいカードだったんですけれども、ただ一つね、ルイス・コールなんかすごい面白かったよ。ルイス・コール、あ、ごめん、時間がない。曲、人って全部ループで一人バンドじゃん。結構最近すごい多いけれども、全部もうマルチ、インストルメンタリストで、もう太鼓もやっちゃうし、鍵盤も弾くし、全部やっちゃうんだけれども、すげえなと思って、格好がミレニアルなんだよね。なんか、あ、すげえ21世紀の子だよねっていう、ミュージシャンだよねっていう感じがプンプンしてて、やっぱりもう別人類な感じがすごいするんだけれども、極めつけが、ちょうど曲やってて、当然打ち込みでやってるんだけど、曲の途中でブチッと止めた。ごめん、ちょっと時間がないんで、このパートみんな分かってるよね。とりあえず、最後の一番盛り上がるパートから行くから、いい、みんな、用意け、せーの、ドツカツカツ、そこでまた盛り上がるという。そんなのありなんだ。ほら、あとはサンダーキャットって言ったら、もうほら、ベーシストとしてすごいわけよ、6弦を。それを最後に、また、ショーが終わる寸前にフライングロータスが彼を呼び出して、カチッと、サンダーキャットの曲のカラオケ流しながら、サンダーキャットがベースも弾かずマイク持ちながらただ自分の歌を歌っているという、なんでもありなんだと思ったところはね、すごい私にとってはものすごい収穫だったんだけれども、一つね、これはね、俺ちょっと思ったんだけど、これは文化の違いで、よくライブなんかで欧米から来るアーティストが Hey Tokyo とか言ってみんな結構シラーっとしちゃうんだよな。で、この間もタル・ウィルケンフェルドがライブやった時、俺タル大好きでパーって言った時に、タルが「Hey Japan どうなの？」ちょっと心配なわけ、みんなシーンとしてるから乗ってないかも。で、俺がいつも言うのが「Don't worry this is Japan」って言うんだよね。心配してる、これ日本、これ日本流だから大丈夫だから、全然みんなもう愛してるんだから「Don't worry」っていうことを俺よく叫ぶ自分がいるんだよ。わざわざ盛り上げる必要はないんだけれども、でも逆にもっといいライブをアーティストにしてもらいたい。特になんかこう盛り上げて上げてあげればもっといいライブをするようなアーティストは上げてあげればいいんだよ。もう大きい声 Yeah man! とただもう Make some noise! と本当にもう叫べって叫んだりとかさ、そういう風に上げてあげると奴らもすごい熱の入ったプレイをしてくれるから、それはやった方がいいと思うんだよね。そこでシーンと借りてきた猫状態でいるよりかは、まあせっかくコンサート行くんだったらともかくはちゃめちゃになってもいいんじゃねえのっていう、解き放とうよね、Become Let Your Spirit Free みたいな、 Let Your Spirit Go Free Fly Free みたいな、そんな感じでと思ってんだけどさ、どう思う？やっぱシーンとしますよね。今スタッフにも問いかけて、やっぱシーンみたいな感じで Don't worry this is Japan。さあ、最新のトップ5をチェックしましょう。5位はオフィシャルヒゲダンディズム Yesterday。 オンエアとサブスク好調、先週6位からジョリッとワンポイントアップ。4位はキャッシュ・ソルティアナ Free Mind。 オンエア好調ながら先週3位から一歩後退。3位はカミラ・カベヨ Liar。 こちらオンエア抜群、先週16位から一気にトップ3入り。2位はクレバ敵がいない国、ニューアルバムのセールズも加わり、先週12位から一気にトップ目前。ということで最新の TOKYO HOT 100 ナンバーワンのポストは誰？またまた1位のポストはポストマローン。
まだまだ抜群のオンエアに加え、サブスクも稼いで見事3連覇達成しました。 Tokyo Hot 100 Once again at number 1 Here's Post Malone for the third time Circles。 はい、いかがでしょうか。次回は10月 10% アップ増税後、100曲カウントダウンに加え、ゲストはテンダーとケミストリー。そしてこの10月、東京 HOT100 32年目、よし 10% アップで頑張っていきたいと思います。皆さん今後もよろしくお願いいたします。 J-WAVE Podcasting Tokyo Hot 100